第2版第3版オックスフォード現代 AA 辞典は、学習者向け AA 辞典である。イギリス人の英語学者、エース・ホーンビーらが英語を母語としない、外国人学習者のために編集して、日本で出版した辞書が元になって、編纂、発行されており、ホーンビーの辞書として親しまれている。現在の発行元は、オックスフォード大学出版局であるが、日本国内では、 大文社が版権を所有しており、日本市場向けの想定で発売している。この辞書の特徴は、名詞の加算、不加算を示す、C、U 表示や動詞の活用型を具体的に書き表すことにより、英語の母語話者以外の学習者にも分かりやすい配慮をした点にある。これらの特徴は、その後に登場した多くの英和辞典及び学習用、英英辞典に強い影響を与えた。 日本の高等教育機関で英語学を教えていたアルバート・シドニー・ホーンリーが自身の英語教師としての経験をもとにして他の2名と共同で編集した最初の本格的な学習者向け英辞典イディオマティックシンタクティック・イングリッシュ・ディクショナリーを1942年に日本の開拓者から世に送り出したのが始まりである。戦時中の非常に危険な旅を経て 当時日本の敵国であった英国に、ホーンビーが持ち帰った同時点の原稿は、権威あるオックスフォード英語辞典と完璧なタヨなす辞典になるであろうと踏んだオックスフォード大学出版局が判権を獲得し、1948年に A-Learners Dictionary of c u r r e n t English として英国で初版が刊行された。その後、この辞典は、 オックスフォード・アドバンスト・ラーナーズ・ディクショナリー・オブ・カレント・イングリッシュに解体され、第4版からは、兄弟がオックスフォード・アドバンスト・ラーナーズ・ディクショナリーになった。1923年に英国から招聘され、大正末期から昭和初期にかけて日本の英語教育に携わり、大分で英語を教えていたホーンビーは、自身の英語教師としての授業経験から語学を教える際に、 確実な原則の必要性を感じていた。当時東京にあった英語教授研究所の所長ハロルド・イーパーマーは1931年にホーンビーを東京に招き同研究所で語彙発達に関する研究に従事させた。この成果により1942年4月に開拓者からイデオマティックシンタクティック・ディクショナリーが出版された。出版の前年、 ホーンビーは、なんとかしてこの新刊の未製本の予定原稿を、ブリティッシュカウンシルの B. アイファー・エヴァンズに送り、戦争中にも屈することなく勇気ある手柄を立てた。アイファー・エヴァンズはホーンビーに仕事を与え、1942年に、ホーンビーは英国に帰国して、カウンシルに加わり、イランに配属された。辞書の予定校は、ハンフリー・エス・ミルフォードのもとに届けられた。その辞書は、 非英語話者のために編集され、実際に海外で英語を教えたコーンビーの格好たる経験に基づいていたので、ミルフォードは即座に、この辞書には大学出版局の書籍目録の厄介な隙間を埋められる可能性があることを見抜いた。例えば、綴り字、文法、音声学、用法については、生まれながらにして英語を話す人向けの辞書よりも、はるかに、 広範囲にわたって説明してあった。販売促進のために辞書に大学出版局の商員が押されたことで、より威厳のあるオックスフォード英語辞典に脅されるか当惑するかも知れない読者層に対してオックスフォード辞典ブランドを取ることができた。しかし、第二次世界大戦の司令経済体制が敷かれた英国のすべての出版社では当時、経営上の問題が生じていた。 あらゆるものが供給不足で、ミルフォードはどうにか紙と布を入手しようとして、ブリティッシュカウンシルに助けを求めた。ミルフォードは大学出版局の海外事業を手掛けていた E.C. パーンウェルにその件を付託した。1904年以後ずっとそうであったように、相当な援助なしに出版局を経営することは、その頃のミルフォードにとってあまりに具合の悪いことであった。 ホーンビーは日本と中国を除く全世界におけるこの時点に対する権利を携えてやってきた。当時出版局の事務局長であったケネス・シサムはこの時点に関して事務局に好意的な報告をした。ミルフォードもその当時交戦状態にあった日本との関係を巧妙に利用してブリティッシュカウンシルに対し助成金の交付を迫った。ページ以上を数え、 同版の発行部数が1万部に及ぶ、この時点の制作には約10トンの紙が必要とされた。ミルフォードはイギリスの文化及び海外との貿易と直接の利害関係にあるところ、とりわけヒポンド券においてこの紙を入手するために特別公表を申請した。ミルフォードは初版をすり始めるために十分な紙の在庫を保有していたが、これは全て必要不可欠な 再撮用に当てられた用紙で、一万一乱帳、落帳本があった場合に新品と取り替えられることを保証するための措置であった。ミルフォードの名、エレノアイムブッカーが当時インド省に勤務していたため、彼は名を通じて紙の供給を働きかけた。最終的に1943年から1948年にかけて初版が出来上がり、出版されると、たちまち成功を収めた。 今日では世界中の英語を学ぶ人々の間で最もよく使われる英辞典の一つになった。オックスフォード現代英辞典は1948年に初版が発行された。最新版は第10版である。オックスフォード・アドバンスト・ラーナーズ・ディクショナリー・オブ・カレント・イングリッシュ第4版からはオックスフォード・アドバンスト・ラーナーズ・ディクショナリーの表題で発行されている。 ただし、第6版までは旧表題も外国語版で引用されていた。ありがとうございます。